ナミさん、お疲れ様でございます。4月になりましてね、いろんな変化が起きるわけなんですけども、その中で私たち生活者を直撃するのが、そう、物価の高騰なんですよ。またですね、食品で2000品目、で、すべてのサービスや材に対しては、1万数千品目が軒並み値上げということになっています。今回特に注目されているのが、加工肉、そして、豆ですね、豆類です。 これ私たちの暮らしにも大きく関係するんですけども、世界的な豆需要のバランスの変化によってですね、豆と言われているものの価格がぐっと上がったわけなんですよ。その中で、コーヒーですとか、チョコレートのカカオ豆っていうのは、本当に私たちに身近なものでありまして、10%から40%ほどの値上げというふうになってます。まあですんでね、4月から新しく放送されるチョコレートなんてのは、 例えばカントリーマウンみたいなのはね、中の内容量がちょっと10%とか20%とか減るんじゃないかなというふうに考えられてますね。まだ実際4月になって私スーパーに買い物に行ってませんので実感はできませんけども、加工肉っていうのはね、今度はハンバーグですとか、ウインナーとかソーセージとか、こういったものになってきます。つまり、お弁当コストが上がるってことなんですよね。うーん、困ったもんです。えそれからですね、エネルギーの高騰もあります。えー、さらにはですね、 あらゆるサービス、物流、運賃っていうのも上がってきますんで、通販をご利用の方っていうのは、あれ、送料、随分高くなったねって感じるかもしれません。まあこれはもともとね、送料っていうのはね、誰が泣いてきたかってことなんですよ。うん、物流に関わる方の問題、えー、2024年問題なんてのはのありますけども、これも本格化する中で、えー、きっとですね、その業界に携わる方、まだまだ不満は大きいかと思いますけども、それでも、 妥協できる分は妥協しているっていうところなのかなと思います。はい。ということでね、えー、そうじて AI がこのように回答してくださってますので、まとめた動画の方をこれから流していきます。それでは引き続きこちらの方よろしくお願いします。いってらっしゃい。2024年4月からの値上げは、食品、飲料、日用品、サービスなど、幅広い分野で予定されています。主な値上げ品目、食品、ハムソーセージなどの加工食品。 冷凍食品、調味料、米、パン、乳製品、菓子類、酒類、飲料、日用品、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、洗剤、シャンプー、石鹸、化粧品、サービス、電気料金、ガス料金、水道料金、携帯電話料金、インターネット料金、交通機関の運賃、宅配便料金、値上げ幅、値上げ幅は、 品目によって異なりますが、数から数ト程度と幅広いです。特に、小麦粉や油脂などの原材料価格の上昇の影響を受けやすい食品は、値上げ幅が大きくなる傾向があります。値上げの理由、2024年4月からの値上げは、主に以下の理由によるものです。原材料価格の上昇、ウクライナ情勢の長期化による穀物やエネルギー価格の高騰、 円安による輸入物価の上昇。人件費の上昇。最低賃金の引上げ。人手不足による人材確保コストの上昇。エネルギー価格の上昇。原油価格の高騰。電気料金の値上げ。家計への影響。2024年4月からの値上げは、家計に大きな影響を与えると予想されます。特に、低所得者層や子育て世帯にとっては、大きな負担となる可能性があります。 節約対策、値上げの影響を軽減するために、以下の節約対策が有効です。家計簿をつけ、支出を把握する。食費や日用品の無駄を減らす。まとめ買いを利用する。ポイントやクーポンを活用する。家計の見直しを行い、節約できる項目を探す。政府の対応。政府は、物価高対策として、以下の取り組みを行っています。 エネルギー価格抑制のための支援策、電気、ガス料金の負担軽減策。石油元売り会社への補助金。食料価格安定化のための支援策、農業支援。食品流通の効率化。家計への支援策、低所得者層への給付金。子育て世帯への支援。今後の見通し。 2024年4月以降も、原材料価格やエネルギー価格の上昇は続く可能性があり、さらなる値上げが懸念されます。家計への影響は、今後も注視していく必要があります。